どうも、陣内智則です。さあ、今回の企画は、クソゲーオブザイヤーをやってみよう！ということで、この間も生配信してね、48カッコ仮の時に、このソフトを皆さんに見せた瞬間に、やってくれっていうね、反響がすごかったんで、今回それをやろうということで、こちら！メジャードリーム Wii パーフェクトクローザー。これが2008年のクソゲーオブザイヤー大賞。大賞です。いやでもあれでしょ、メジャーって漫画すごい人気よね。有名な野球漫画で。野球漫画よね、はい、ほんでアニメにもなったよね。アニメ化されました、はい、すごい人気よね、はい、クソゲーオブザイヤーなるの？通称ダメジャーって言われてます。ダメジャー、ただ俺も知らないですよ。知らないけど、このクソゲーって言われるゆえんがバグが発生するからよりクソゲーになると。そうです。どういうバグになるんですか？バットが消えたり、うん、尿意棒みたいにピョーで伸びたりする。バグって伸びたりする。はい、うん、主審とバッターが、うん、ピッチャーに背を向けた状態になる。うん、面白そうやね。これバグった場合ね、バグった場合このような、このような。あ、面白いね、はい、主人公のゴローの首が反転する、うん、反転、うん、なるほど。これはクソゲーやな。ただこれ皆さん一番今回懸念してたのは、なぜバグるのかもわからない、バグり方もわからない、ほぼバグらない、そこもクソゲーだと。バグが出ようが出まいが、うん、そもそもクソゲーということ。バグ出なくても内容が一応クソゲーなんだ。クソゲーで、よりバグるところをみんな知ってる人がおるから余計クソゲーになったんだ。そうです、まあ、結構リクエストあったんで満を持してやりましょうか。ということでいきましょう。初めてです。メジャーパーフェクトクローザー。別にクソゲーじゃないよ。タカラトミー。あれ、あれもタカラトミーじゃなかったっけ？そうですね、人生ゲーム。はい、メジャーパーフェクトクローザー。さあ行こうか。じゃあスタートします。じゃあストーリーいきます。いや今のとこ何にもなんか絵も綺麗し。自分の夢を叶えるためにアメリカまでやってきた五郎は期待に胸を弾ませる。がしかしその直後、置き引きに荷物を全部盗まれてしまうのだった。ゴロは仕方なくヒッチハイクを始める。うん、あ、そのストーリーになってんや。しかし今度は警官にカージャックと疑われてしまい、散々な目に遭ったゴロは偶然通りかかった日本人にこう読むパターン嫌やねん。もう前の48もそれ読まなあかんの俺ねえ。日本人に乗せてもらうことによる口内炎やねん今。すっごい3つあんねん口内炎。めっちゃ読むのしんどいねん。なんとか目的地のアリゾナまで行けることになった。あ、アリゾナね、キャンプをやってるもんね。こういうことね。あ、モノゴロ。ところであんた、名前なんて言うんだ？日本から旅行にでも来てんの？あ、呼んでくれた。え、あ、俺の名前？俺はヤリズマハラト、関東大学3年の21歳。うん、右投げ右打ち、ポジションはショート。あ、なるほど。高校時代は甲子園にも行ったことがある。あ、みんなメジャーに来て挑戦してるわけね、ヤギ沼くんとゴロが。いや、読めへんのかよ。甲子園。いや、読むで。あの甲子園。いや、まあな。な、何？あ、甲子園出たってね、八木沼がね。遅いだろ。うん、遅い、遅い。遅かった。しかし、俺以外にメジャーのトライアウト受けに行くやつがいたなんてな。読むの遅いな。ぶっちゃけびっくりしたぜ。メジャートライアウトね。そうか。今やアメリカで野球を志すのも一つの選択肢。うん、珍しくは、まあ、大谷君も言ってるしね。それとも自分は特別だとでも思って酔っていたかった。はね、はね。まあとは言っても決して甘い選択肢じゃない。うん、俺自身去年も3つほどテストを受けたがダメだった。あ、トライアウト受けたんやメジャーで。八木沼は去年も、うん、就職を望む親からは反対されてたが、はい、俺としては大学在学中にマイナー契約でもこぎつければ説得できる。マイナー契約ね、メジャーの下がマイナーやからね。何にしても今年がラストチャンスだ。なるほど。今回の渡米でダメなら来年は真面目に就職活動するしかない。メジャーリーガーになるためにね。うん、なんだ、何がおかしい。うん、いや、あんたも野球が好きなんだ。変わらへんな。ずーっと突っ立ってるだけやねんか。はやないのよ。
変わった思ったら、はぁ言うてるだけお互い結果は分かんねえけど、いい夢は見られるうちに見て、頑張ろうよ。なるほど、2人でトライアウトすんねんね、メジャーリーガーに。そうだな。変わらへんな。来た。ヤギ沼の予約していたモーテルまで乗せてもらったゴローは、そのままモーテルに一緒に泊めてもらうことになった。長くなったんや。そして次の日、ウォーミングアップがてら、ヤギ沼との軽いキャッチボールを終えたゴローたちは、ついにトライアウトのテスト会場に到着した。はい。おお、なかなか立派な球場でないの？勘違いするな。ここはサーモンズのメイングラウンドだ、うん、俺たち無造無造がテストを受けるのはこっちさ。サーモンズね。無造無造、うん、呼んでくれるか。取るに足らない無名の連中ってことさ、うん、今はまだな。そうね、こっからね、スターが出るかもしれんからね。おお、いるいる、ワンサか。その無造無造の夢大きいヤングメンたちがよ。おい、シゲノ、とりあえずずっと見とかなかんの？野球したいねんけどな。野球ゲームよな、はい、ショートの八木沼とピッチャーの審判か。特に推薦状はないようだが、飛び込みか。推薦状なかったんだ。はい、そうです、うん、OK、 順番が来たら呼ぶからアップして待ってる。審判コーチか、リーダー。はい、うん、どうした、うん、うん、アイアムノーグラブ&スパイクシューズ、うん、レンタル、レンタルプリーズ。持ってきてないの、グラブもシューズも。それ何言われるわ。なあ言われるわ。帰れ、うん、お前にうちのテストを受ける資格はない。全然野球させてくれへんよ。野球させてよ。なあ、このおっさん今なんて。野球する資格ないって。この間抜け、あんな申告するバカがいるか。みんな真剣にテスト受けに来てるのに、ボールすら持ってきてない奴が門前払いを食らうのは当たり前だろう。うん、そうよ。ああ、とにかく俺はもう面倒見きれん、うん、謝るなり誰かに借りるなりして自分で何とかしろ。それはスパイクとグローブ持ってこなあかんやん。言ったな、誰かに借りるっつってもどいつもこいつも目ギラギラさせちゃって、うん、とても話しかける空気じゃねえし。ね、うん、おい、あれあれ、こっち投げてくれ。あ、これ思いっきり球速いパターンちゃうなあ。よくタッチとかやってんの。タッチなんか返球してめっちゃ球速かって。おい、早くしてくれよ。球速いパターンなんだ。どうした、な、あら、んち、いいとこ見せようと思ったのによ。何があった、しゃあねえ。ギナマッチが終わったらスパイク投げるか。ワンサイズでかいけど、この際贅沢言ってられねえしな。あれ、何があった、投げてないの。おい、何やねん今の。おい、投げるやつちゃうの。思いっきりバーンって球速いっていうやつちゃうの。お前、靴のサイズいくつだ。え、よし、そこまで。次、次。おい、ちょっと待って、ちょっと待って。誰だ、ジーンズでテスト受けに来るふざけたやつは。それ怒られるわ、スティーブに。すまん、スティーブ、俺が許可した。コーチが許可したんだ。ダメなら、うん、1球で不合格でもいい、うん、見てやってくれ。なるほどな、こっからトライアウト始まるのね。 OK、 投げて、投げてみろ。もう早めに呼んでくれ。なんだとよ、おっさん。あ、来たな、こっからね。あんたらのその青い瞳が不思議穴じゃなけりゃ。これ俺が投げるんかな。がっかりはさせる。 OK、 行こうか。ま、今も入れた、投げた。俺が押してるの早いから投げた。99マイルです。え、投げたんや。99マイル、速っ。159キロ投げた。スコット、メイングラウンドにいるボルトンを呼んでこい。いや、投げて、俺だってこれ三角になったら押してるだけ。よし、投げてないよな。次はブレーキングボールだ。そうですね、ブレーキングボールね。これちょっと変化球とかな。ブレーキングボール、変化球のことか。アイアンファストボールオンリー、 This is my policy。 ストレートしか俺は投げないって言ってるよ。ボールは直球だけだと思う。おお、なかなか息がいい。リズミカルなのか、カズ。なんで、おお、来てる。ボールと来たよ。エースかな、ボルトンって。ボルトン4番かな。なんで
ボルトンがここにいる。いや、なんか軽快な。どんな感じだろう。俺が呼んだ。もうええわ、このくだり。スピードガンだけじゃわからない。シゲノか。シゲノの吸引がメジャーのスラッガーにどのほど通じるのか。ボルトンはスラッガーね。もう。しかし。もう4番か。うちの4番を。もう。せや。ボルトン対ゴロ面白いショーだ。なるほど。ちょうどウェイトトレーニングバックで退屈してた。まあ、メジャーの4番に対戦するのか。誰だか知らねえけど、うん、その体つきはただものじゃなさそうだな。もういいよいいよ。全然野球せえへんな。いつすんねん野球。マイナーから始める可能性が高いとは思ってたね。まあ、よせえ。もう投げてる姿を見てへんで、一回も。おお、来た、ここへ。これでボルトン抑えたらメジャーになれるかもしれんから。セーブする？ちょっと証拠があるんだけど、ダメだね。どうなってする？いい野球せえや、はよ。いや、今の紙芝居をスキップできないのも、またその。あこれもスキップできないんだ。うわクソゲーやな。確かに野球全然してへん。もうやった、やっときたよ。ボルトン対ゴロ来た。ちょっと待って、これピッチャーね。あ、ジャイロボールかストレートか。まずストレートでもか。インコース低めこか。インコース低めのストレート。じゃあ外角に行ける。ジャイロボールとか低めのジャイロボール。これが俺の何これ全力投球だ。来た。あ、これ首までブレーになってないな。もうストライク。ちょっと待って、これまさかと思うですか。ボール、ちょっと待ってくれ。あれ、あ、外されへんねんけど。あ、打たれた。ちょっと待って、外ホームラン書いた。ちょっと待ってね、ボールを投げたいねん。お、打たれた。さすがボルトン。いや、ボール球投げられへんねんけど。はぁ、打てる。あ、ちょっと待って、これってさ、もう打たれるようになってるんかな、どこ投げても。まあ、ええわ。アメリカンドリームはそうたやすくないぞ。打たれたな。ボール球投げられへんぞ、これ。ま、運があったらまた会えるかも。れる、あ、打たれたのか、打たれるようになってんのか、どっちやねん。おい、ちょっと待て、勝負はまだ終わってね。オーケー、ユーパスはファーストテスト。何ってか分かんねえよ。これで終わったら不合格になっちまうじゃねえか。もう一回やつと。これ多分打たれるようになってるな。おい、やめろ、シエロ。こういうモードで。うっせえな、お前から英語で言ってくれよ。俺はまだ長いな。合格だ。え、でヤギ沼やん。ヤギ沼がなんで決めれんだ。ヤギ沼が言うたよ今。え、ヤギ沼まさかコーチだったみたいなこと。お前は一次テストに合格したって言われたんだよ。ああ、言われたの。ヤギ沼が伝言したのね。え、マジで。マジでよかったな。うん、ヤギ沼、お前の番だ。もうヤギ沼や。はい。どうなんの。おお、頑張れよギルマッチ。ギルマッチ、ああ、おう、とりあえずコースは狙わず思いっきり力と力の勝負を挑んだんだが、おう、まさか一振りでマックスクリーンを持ってくるとは。もうでかいだろ。あれが当たり前のメジャーの実力ってことが。そうなってんな。どこ投げてもホームラン取れるな。嬉しいね。それぐらいでなきゃわざわざアメリカに来た甲斐がねえぜ。なんで心の声やねん、さっきから。喋ってもええやろ。なんで急に心の声になったの。ああ、なかなかやな。どうだった。ああ、ヤギ沼見してくれへんや。これでとりあえず俺も一緒に次のテストに。ものすごいサブキャラなんや。ヤギ沼のテスト見せられへんや。ほんとか、やっとな。ギ沼道落ちたら俺一人で喜べねえさ。去年もこれぐらいは行ったんだよ。行ったね。よっしゃよっしゃ。で、次のテストって何やるんだ。何やるの。さあな、多分試合形式だと思うな。試合や、ようやく。よし、
合格者全員集合。はい、集合。あんだけたくさんいたのに。なんで心の声。俺とキヌマッチ入れて、たぶん7人か。やっぱそんなに甘くねえんだな。なんで急にカッコンなの。これより最終テストを行う。来た、最終テスト。このテストでは、うん、君たちにチームとして戦ってもらう。はい。チーム。対戦相手は我がサーモンズ傘下のシングル A チーム、うん、ツーソンレッドロックスだ。シングル A か。すみません、試合といっても、うん、俺たちは7人しかいないんです。ねえ、野球9人いるよ。テスト生の中で足りないキャッチャーと外野手はこちらで補充する。うん、彼らはダブル A の選手だから問題ない。なるほどね、2人呼ぶじゃんな。10対0のビハインドからレッドロックスに逆転がすることだ。10対0から逆転勝ち。いや、無茶やな、それ。ちょっと待ってください。うん、こんな意味不明のトライアウトなんて聞いたことがない。確かに個々の能力を測るのがトライアウトです。そうですね、一人ずつ見てほしいね。なのに勝てば全員合格で、負けたら不合格なんておかしいですよ。すっごいする通り。だいたいこっちは駆け出しルーキーリーグのレベルなのに、うん、シングル A のレッドロックス相手に、うん、しかも10点差なんて跳ね返せるわけないじゃないですか。ちゃんと言ってくれた。別に無理に受けろとは言って。ディラーが言ってる。サーモンズ以外でもいくらでもトライアウトは実施される。まあね、他意見ということね。どう思う？え？球団の人さんは、こんな無茶なことやらせるな。なるほど。俺たち全員を初めから落とそうとしてるとしか思えない。まあそうやな。変わらんな、お前なんでも。なあ、ずっとワンショットずつや。つまり、勝ちゃいいんだ。勝ったらええのね。簡単なことだぜ。シングルAじゃねえかな、ようだね。パワー吹いてるわ。ああ、もう進むんも。勝ったらええのね、10対0のビハインドから。3回まで無失点に抑える。あ、俺がね、俺がだからゴロね。オッケー。ようやく野球できる。俺ピッチャーね。え、ちょっと待って、俺バッターや。ちょっと待って、俺バッターや。バット長っ。ノックバットみたいなの持ってる。俺バッターや。え、あ、全然当たらへん。何これ、ヒットになった。ちょっと待って、俺バッターやね。このさ、カーソル関係あるの。見てちょ待って、どこでもストライクなんねん。おそらくどこでも振ったら当たるじゃない。ほらストライクやん。タイミングだけじゃないのこれ。あ、ファール。え、10対0の全然飛ばへん。バット悩まないこれ。頼むよ。どっちでも出ないな、さっきから。勝手にやってくれるのか。打つだけでいいの俺は。シーリング、じゃあニック、これ多分全部ストライクになってない。これ関係ある、これ、このカーソル関係あんのか。え、なんか来た。なんで走んねん、勝手に。おい、勝手に走んなよ。俺何もしてないぞ今。やばい。あー、クソ、タイミング合わなかった。え、もうなんか続くみたいな感じにすんな。三振したら帰れよな。ボッテボテやな全部。おもんないな。何止まってんねん、あそこで。あ、俺ピッチャーや。ジーンズでテストを受けに来るようなふざけたやつなんか叩きのめしてやる。あー、相手チームね。まだジーンズかこいつ。ボーリングする格好やな、これ。じゃあこれがボール投げられへんねんな、多分。ほら、もう精一杯外してもさ、ここやねん。うわー、ちょ待って、精一杯外してもここ、外角行くね。ほら、フォーム綺麗な。ジャイロボール行ったわ。これが俺の全力投球だ。じゃあインコース行くね、ジャイロボール。三振したぞ。なんで構えてんねん。いや、三振したらこううなだれて帰れ。マジでさ、ボール投げられんの全部ストライクやん。
そこもある。これある、あのボール投げれませんそうやろな、はい、もうボール球ないもん、これ全部ストライクでどこ投げてもどこ行くね。これ今股の間通ったな、ボール。これ今股の間ボール通ったな。抑えなあかんねん、これ瀬戸弁全部ストライクないな、マジで。ジャイロボールや、これが俺の全力投球だ。何これ、ジャイロボールなんか意味あんの。もうフォームが楽やな、うん、もう変わらへんねんけどな。全部ジャイロボールでいったのかな。どうしたん。あー、4番ね、4番か、ジャイロボールや。これが俺の全力投球だ。やれんのかい。インコース高め、次ジャイロボールね。対角、対角ですね。全力投球だ。三振取ってよ。10対0逆転無理やろこれ。ってこて。アウトなんだ。変な野球するな。ツーアウトからセカンド投げて。俺やね。楽しないわこの野球。どこもうずっとこの当たりな。強振とかあんのこれ。打球が異常なほど転がらないらしい。おお、転がらへんわ。ほぼめっちゃこれやもん。何だこれ。構えてるところでボールの位置ちゃうよ。全然飛ばへん。これ向こうが一応メジャーボールやもん。これ。でもバット長い。何してんのお前。何してんねん。いや何でやるよ。ロックバットで全然飛ばへん、全然飛ばへん。タイミングだけでも打つの全然飛ばへん。バット長っ。何してんねんお前、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 何してんねんこいつ。何やこれ、おもろないな。待って、またやらなあかんの俺。またやらなあかんの。ストライク投げられ、ストライクしか投げられへんねん。なあ。メジャーなれんの俺。ジャイロボール。あれ、ジャイロボールやったのに今。ジャイロボール投げへん。ゴロしか見てないな。何これ。駆け引きとか一切ないな。勝手にやってくれるじゃん。勝手に死ぬやつ。なこれ。これが俺の全力投球だ。いやバズってはないけど、確かにひげちょっとうっすら青ひげやから。ジャイロボールやってくれ。あ、スタミナがあるんか。あれ、やっぱ打たれた。出よ、打たれた。速走ってるんだ。速いし、まあ、ゲームオーバー。あ、3回打たれたからか。リトライ打たれてるものだ、もう一回やろ。リトライ好き。いや、ちょっと待って、俺これできる自信ないわ、もう3回まで、もう一回せなあかんの。ごめん、しんどい。ボール投げれないんで。いや、そうね、俺やな。逆転なんかできるわけないんで。おっしゃー、ヒット打った。よっしゃー、セカンド行け。これ勝手にやってくれるかな、これ。かしたな。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、これ1点取ろう。よし、1点取ろう。アギレラ、もうタイミングだけね、これ。もうボール関係ないから。タイミング。よっしゃよっしゃよっしゃ。お前なんで走ってんねん。
野球知ってんのかお前。いや勝手にやってんねんあれ。全部歌ってんやろこれ。4番クリス頼むよ。そこで。うわ。何で止まんねんあそこでみんな。あ、一緒ね。分かった分かった。一緒ね。一点でもやられたらもう次やらなかったな俺。そういうことね。3回無視点これね。でこれ下。この下がスタミナか、あの青い棒が、はい、あんまりあのジャイロボール出されへんってことね。ボール玉がやりんねんな。よっしゃよっしゃよっしゃ、もう帰れよお前。よし次へ進もう。これちょっとしんどいかも俺、やり続けるのマジで。ちょっとスタミナな、俺のスタミナがなくなるわ。全然食ってこい。三振やから帰ってて。ストレートはいくら投げてもスタミナ減らないわけ。ああ、だからジャイルボール投げたらええねんな。ああ、それもクソやな。ジャイル一回投げてみようか。これが俺の全力投球だ。フォームが綺麗な、さすがに。あんま変わんのこれ。結構減るな、ジャイルボール投げたら。全然できへん。よし3回無失点ね。 OK 打とう。これはなかなかしんどいな。俺がスタミナない、マジで俺のスタミナがなくなる。これもしんどい。全然飛ばへんもんね。バルデス頼むで。ずーっとこの辺り、ずーっとこの辺り。失礼なこいつでも。もういったやな俺は。全然思んないけど。さあ行こう。よっしゃ、あヒットいけ、ヒットいけ、ヒット取れ、ヒット。よっしゃ一二塁チャンスチャンス。これさ一回止めたいな。タイムあんのかな。なんで走んねん勝手に。なんで走んねん。これ何もしてへんよ。なんで走んねん。いや、なんでセカンドファーストやろ、通用やから。もんない。あ、2回入れてもらうよ。勝手に走る。いや、もうストレートばっかり投げとかなお前な。あ、戻ってますか、皆さん。うわー、危な。面白くない。アウトアウト。これさ、なんかセーブになってさ、なんかタッチしに行くよね、もう一回見といて。いや、せこいね。もう一塁とか二塁ランナーおったら、もうファーストかセカンドのやつがピンでタッチしに行くよ、途中で。めっちゃせこいね、一応ね、なんか動かへんかなみたいな。それ見といてほしいよ。フェイントしてタッチしに行く姿、ものすごいダサい。全然どうがいいかな。こういうとこじゃなくてな、ランナーが出るときに動くんちゃうかな、思って。そんな見れるよ、おらへんって言ってるわけ。よし、抑えろよ。次の展開行こうぜ。よし、ジャイルボール行こうか。全力投球だ。
よしよしよし、アウト、落としてよし、次の回押さえていけないな、次の、あ、オッケーオッケー、任せろ、よっしゃ、おめえ、あ、焼き沼や、焼き沼頑張れよ、打ってあげる焼き沼に、あ、シゲノかこれ、右バッターか、あ、シゲノか、ちょっと早めでバット振るのがいい、ちょっと早めね、はい、打って打って、セントメン、これヒットが出ない、まずもろなーずっとこの辺り、え、3回はやらせてくれへん、3回はやらせてくれへんね、あと1回やな今2回終わってんな、次3回やらせてくれへんね、なんやこれ、読めへん、こう読まなあかんのか、チャンスをつなぐ着実点を返していった、あこからあんな抱き取れへんのに、うせやろ、あと一歩とかでいったん、あーでも負けたん、どんまい、あ、みんなよくやったよ、10対9までいったんや、ほんまナイスだ、負けちゃ意味ねえんだよ、全員あと一歩のところでトライアウトに不合格になったんだぞ、あっからよ巻き返したんや、コングラチュレーションズ、来た、逆転はできなかったが十分だ、うん、お君らはトライアウトに合格した、合格してよかった、いやあと3回やから、あと1回投げたらいけんのに、勝たなきゃ不合格っていうのは嘘だったんですか、うん、プロスポーツであるメジャーリーグは実力第一主義、はいはい、能力主義だと思われているが実はそうではない、はい、うん、協調、信頼、うん、礼節、うん、情熱、うん、意欲、うん、多いな、それら全てを兼ね備え、はい、国民から尊敬され、はい、夢を与えられる、うん、そういう人物でなくてはたとえ技術があっても、まずね、真のメジャーリーガーにはなれ、まあ、大谷翔平君がそうやからね、君らはその素質を証明した、うん、ルーキーリーグから始めることになると思うが、はいはいはい、サーモンズでメジャーを目指す意思のある者は、はい、契約書にサインしてくれ、契約書か、やったただし1名だけ例外がいる、え、五郎茂野、君はメイングラウンドでメジャーに合流だ、お、認められた、なんだってメジャー組に混ざってキャンプしろってよ、やったね、お前いきなりメジャーのロースターバックに挑戦する権利を与えられたんだよ、おーすごいやん、おーよかったな、ゴロ野球したい、ちゃんとした野球、うん、日本へ帰ることになってヤギモトと別れたゴロはサーモンズのクラブハウスに行きメジャー組のキャンプに合流、なんか話長そうやな、こっから、そこで日本語のわかるキャッチャーフォックスと出会う、その後自分で自由に調整できるように言われた頃はブルペンに向かい早速調整始めるのだった、はい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 、今日は初日だし、うん、軽く流すだけにしとくわ、あ、ゴロね、走ってねえな、なんか今日はちょっと肩が重いぜ、もう投げるとこ流せよ、これピッチングの絵を見せろ、どけ、あら、ここは俺の指定席だ、あ、ベテラン投手、俺が先に投げてんだ、誰が毒かってんだ、 You wait, understand? そんな言って大丈夫か、コロ、バカ、おう、彼はうちのエースのサンチ、あ、エースのサンチしか、みんなこと知るかよ、うん、エースだろうがなんだろうが投げたけりゃ俺の後に、なめるなよ、この都心人、それ怒るわ、まあ、それはそうね、怒るね、サンチェスも、あ、サンチェス怒ったよ、あのルーキー、うちの暴れ馬サンチェスを知らなかったみたいだ、サンチェス怖いよ、待てよ、お前、待てよ、ほら、喧嘩なんちゃう、おう、そうなんかも、おう、どかされてたまるかっつんだよ、おう、先輩待てよ、手をやし、日本人はな、おう、ラーメン一つ、あら、これはちょっと喧嘩するよ、ブレ、ブレ、
いや、喧嘩のシーン見せろ。喧嘩のシーン見せろ。何で文字だけでやってんねん、こいつら。いや、マジか。何やってんか分からへん。ドラー、ヤー言ってるけど、剣って言えば、もう、いや、へくそやな。殴ってるシーンとかいるやろ、これ。ゴホー言うてるやん。ずっと同じ顔。おい、みんな何やってんだ。こいつらは米を。いやー、ジマーマン。話せ、この野郎。いや、こう、ひげをやってるとこ、これ。やってる。みんなが羽交い締めしてるところの演じせ。いい加減にしろ。お前はこのキャンプにマイナー契約で参加させてもらっている立場なんだ。やっぱあるな、クソゲーって言われる。遠慮しろよ。あるな。ボラギノールみたいになってもな。ずっと静止が。話してやれ、ボックス。ボラギノール方式やこれ。気に入ったぜ。これからメジャーで生き残ろうっていうルーキーが気安くミス知らずのやつにマウンドを譲るようじゃいけねえ。ああ、気に入ってくれたか。まあ最近プライドばっかのルーキーがやたら増えちまった。はいはい、増えちまった。ああ、おい、ロトン、屋内ブルペンに行くぞ。お、30譲った。待てよ待てよ、逃げんなよ、おっさん。うん、隣合わせで投げて、てめえの野良なロートルボールが、なるほど、ルーキーより後にミットに収まるのが、あ、そんなに怖えのか。一緒に投げてね。で、どっちが早いか勝負しようって。まだ喧嘩売んのか、ゴロ。これは30怒るよ。おい、フォックス、今のやりづらい。ああ、ボックスはやりづらいな。冗談じゃない。そうね。そのセリフやりづらい。怒られるわ、ボックスが。その兄さん、まだ俺に結果を打ってるようだな、ルーキー。あらら、怒るよ。俺の名前はルーキーじゃねえ。シゲのゴロだ。シゲのゴロだ。どうやらここは、お互いにキャンプを楽しく過ごすために、うん、立場ってやつをはっきりさせた方が良さそうだな。おい、誰か、あの練習用の鉄枠を持ってこい。鉄枠？何何？何だあれ？鉄枠か？これ石の鉄枠か？あれはロジオピッチャーが練習に使う特製の鉄枠だ。鉄枠か。あの枠の内側はちょうど平均的なバッターのストライクゾーン。ああ、ストライクゾーンね。ストラックアウトですね。なんだ、うん、あの中に球を通す勝負かよ。楽勝だって言ってくれよ。なるほど。バカか。そんなぬるい勝負じゃ何もわからんだろ。何すんの？あの枠に当てるんだよ。ああ。互いに10球ずつ投げて。なるほどね。何球当てられるかで勝負しようじゃないか。枠にね。コントロール勝負ね。オーケー。じゃあ早速、俺のその実力を見せてやる。見せてくれ。そこは頼むから見せてくれ。俺にやらせてくれ。俺にやらせてくれ。これがスピードだけのノーコンピッチャーだと思ったら、大間違いだぜ。せめて見せてくれ。見せろや。さあ、次は見せろや。見せろ、せめてあの飽きたところ見せてくれよ、サンチェス。うん、せめて見せるよ、当てるところ。うん、せめて見せてくれよ。ああ、見せてやろうって言ってほしい。見せてやろうって言ったからね。お願いします。初めに来るところ、俺は決してあんな枠を狙って投げてるわけ。どういうことですか？プレートを踏む場所、うん、踏み出した足の角度と位置、うん、位置あれ4そしてそこが、なんでこの4枚は17インチの白いホームベースまでの60フィートのウインチを何で流れんの？高す体が覚えてる。見せてくれって覚えてんな。早い読めてる、読み出しを。ボール半個分のボールの出し入れを自在にするためにな。なるほど、自分のこうなんか角度を決めてんねんな。見してくれよ。あれを投げろよ、お前。が正しいストライクゾーンに設置されてさえいれば。言えばね、オッケー。変化球のボールを必然的にすべて。だから角度で、自分のこうに投げ出しの角度でも計算されてるってことね。早よ投げろや。早よ投げろ。早よ投げろ。早よ投げろ。はぁ、いやないね。ただ漠然と当てるだけなら、うん、お前のようなマイナーリーガーでもできる。できんこっちゃない。オッケー。本物ってのはな。本物ってのはな。オッケー。早よ投げろ、お前。わかるか。わかるか。早よ投げろ、鉄柵に。鉄枠に。
なんでここあんのこいやねん。いや店の底ドリャー言うてるわ、ドリャー言うてるわ。お前の見せろや、セニョール。投げたところ見せろや、セニョールやないのよ。しんどいこれもほんま。これからは立場をわきまえて行動するんだな。うん、こいつがあったらな、哲学に多くね。乾杯だ。一球どころの差じゃねえ。いいえ、それを自分の口で。最後に球を枠の内側に当てて、わざと倒して球威を示しやがった。それを見せてくれ、映像で。あのおっさん、あんなでかいタルパなのに、技術の。マジでどうする？俺より俺ちょっとしんどいわ。マジやめたい。しかも当てることに必死で、マジでどうする？ボールを置きに行った俺と違って、サンチェスはあの球威のままで完璧なコントロールを見せつけやがった。ああ、これがメジャーか。つまりどうなって喋ってんねん。あ、ちょっとなあ、ローディング、うわしんどい。ここ、いいか。あ、フォックス来た。フォックス、どうした？どうした？随分暗いな。明日の先発に緊張してる。明日先発やって俺、どうかな。ちょっと先行こう。明日は俺もスタメンで行くよう言われてる。できればね。できれば。ああ、そうね。二人でなんとか無失点で。無失点で行こうよ。相手はダラスエレファンツ。うん。攻撃力のあるチームだな。うんうん。まだこの時期ではベストメンバーでは来ない。ダラスね。オッケーオッケー。うまくすれば。うまければ。無理だよ。無理だよ。あんたも思ってんだろ。俺レベルじゃどうリードしたってメジャーじゃ通用しねえって。なんでそんな自信ないねゴロ。なんだ。サンチェスとの勝負に負けたのを引きずってるのか。とその通り。そんなもん気にするな。そうや。相手はメジャーでもトップクラスのピッチャーだ。そうやそうや、サンチェスはね。休めはよしてくれ。してくれ。誰が見てもあいつとの力の差は歴然としていた。なのになんでこんな俺がロースター枠争いに参加してんだ。まあまあまあしょうがない。上の連中はなんでメジャー組に俺を合流させやがったんだ。お前の実力勝ってんのよ。こんな時明日のマウンドでめった打ちに合うのは目に見えてる。明日マウンドあんねんな。打たれるのが分かってる。出発なんかできねえよ。早く対策出るから。もっと後半のオープン戦に登板日変えてくれ。弱気なお前。特に通訳してくれ。怒られるわ。フォックス怒るよ。ふざけるな。やっぱりな、分かるわ、分かるわ。何が登板日を変えてくれた。もうえってやりとり。そんなに打たれるのが怖いなら普通にさっさと行け。さっさと自分からマイナー落ちを志願しろ。いやもうえって、こんな下り友情みたいな。いいか、ここじゃみんなロースター枠の25人で必死で戦ってんだよ。説明が長い。分かった。しかもマイナーにはお前のようなチャンスが、チャンスを与えられる。頑張れね。お前そう、そいつらのためにも頑張れってことね。はぁ、言ってるわ。俺だってそうだ。もう、早いけて、もう次の日に。次の日行けって、早く。シーズンの大半を試合と長距離バスの移動で費やす上に、すぐに心も守らない休み。そうね、マイナーのね、休み気やから。ハンバーガー、ハンバーガー。食べ物はもうどうでもええわ。何食べようが。みんなそんなマイナー。そう、マイナーとメジャーの差はすごいからね。そう、だからみんなメジャーになりたいんだよ。甘いよね。お前のようなやつがここにいるのか。俺の方が嫌いだよ。悪かったよって言うんやろ、多分フォローが。うん、あーセーブする。一回セーブするよ、しんどいから。いやー、いつまで続くんこれ。みんな何分経った、始まって。教えて。40分だった。うわー、何の展開もない。やべえこれ。来た。5回まで端知っていないに抑え込む。だいぶ緩いな、だいぶ緩いな。5回端知ってんでええの。急に合わない。よっしゃ、これで終わるわ。もうこれで次来たらもうセーブして終わるね。もうしんどい。5回端知ってんね。甘っ、めちゃ甘なった。くそー、セレモニーのスケールも関係のでも日本のプロとは桁違いだな。俺のたこやこいつらに通用するのがただのそらしもになるだけじゃねえのか。こうなったらやるだけやってやるな。あ、ユニフォーム言ってる、ゴロ。俺ピッチャーね、5回8失点ね。あ、この辺で首がグニャーってなったりすることもあると思うね。あ、でもならんな、さすがにな。ボール球投げられへんのよ、これ。これが厄介よ。楽低め、三振取れ。よっしゃ、5回8失点やから。安心したから帰ってよ、早く。あ、ここで首にあなったり審判があったってことも、まあ
な、これはまあ奇跡やろな、なったら。5回までやらすよ、せめて試合の方でいいか。いけ、ここでね、クネクネになる可能性が。よしよしよし、これが分からない、アウトなのか構えてるんだけど、運動神経ないゲームでやってみたいな。ほんまボール投げられへん、ほんますごいな。野球関係ないのかな、野球ではないもんな、これタイミングだけやもん。よっしゃ、抑えた。よっしゃ、今回走っても絶対いける。よっしゃ、打とう。もうこれで次セーブして一応終わるわ。もうこれしんどいわ。結構おるな、お客さん。やりがいあるな、早めに打つねんな。早めに打つねんな。早すぎるぐらいで、マジで早すぎるぐらいでね、バットを打つ。そんなことある？もうこれ角度関係ないもんな、どこを取っても当たるもんだって。早すぎる、早すぎるんだよ、これ。でも一応関係あるんだよ。関係あるんだよ、はい、一応、はい、でも難しいよ、それやったら。急に深しなくて。あー、なんだね。一応やってる方がええんか、はい、急箇所の部分が選んで。いや、でも急にむずいよ。するよな。なるほどなるほど、一応やったもんね。オッケーオッケー、分かったよ。でもどこでも当たる。あのゲレーラ死亡か。おい、ちょっとやばいな、ゲレーラ。先生の気もさらないよ。はい、オッケー。俺が飲まれるだろ。こいつ4番か、ゲレーラ。サンキューシェア。いや、打たへんのかよ。打てこえへんのか。一球も見送った。もう見送った。初回はゲレーラも様子見ってとこだろうが、あの小僧をどうして。ゲレーラ相手に全くひるんじゃいねえ。もう大したもんな。その度胸だけど。サンジェス見れてるな。したら全然思んないな、マジで。ただ投げてるだけやもん、コースに。これが俺の全力投球だ。セカンド56も思うな、ゴロやから。よし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 、この下りなんねん、三振したのね。まだ構えてるところ、次これで、このカットで。ほんまに。はあ、うまい。はあ、うまい。なんて。これが俺の全力投球だ。難しいかな。5回8失点やもんな。よし、なんでいけるか。なんで足の間で一回通すねん。なあ、なんで足の間で一回通すと俺の。そんな風になかったんだ。よしよし。パーストなけど強いんだよ。めっちゃ。打とう。一応ね、通すの何やるのか。一応そのやりつつ。相手もボール投げてこない。そうやな、はい、ボールでも投げてもな。コースやったら難しい。いったやろ、ホームラン。やった、いった、ホームランいった。よしよし、早いな、走ってくるの。よしよしよし、ホームランいった。
簡単やな。ちょっと待って、ホームラン簡単やな。もっとなんかすごい演出してよ、ホームラン使うのに初めて。ホームラン演出が問題よ。5回までしんどいわ。もうこの回でこれでやれるな。もうこのセーブしたらやれるな。さすがにあのこれも1点。で足の間通るけど、足の間通すね。足の伸びてこれ1回もタッチボールタッチしようとする。何やねん、成功タッチしようとするやつ。何やこれ、3つなってるやん。いやーマジか、マジか。まだ2回、もう降ってきてどんどんと俺のところに。8点は取られへんから絶対に。よしよし、アウト。はい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 、アウトアウト、あげてよ。はい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 、アウトアウト。何してんねん、アウト。なんで一回の足の間にボールをまた抜けさすね。よし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 、お前もよっしゃ。よし、問題よし、行こう行こう。よし、しんど、マジしんど、マジしんどい。これこのしんどさあれに似てるわ、人生ゲーム。さすが一緒の宝富さん、このしんどさ似てる。あーしんどい。いや、ホームラン打った。ホームラン打った。やった。いや、回ってくるの早いね、ダイヤモンド。もうちょっとこう演出してくれ。あ、ゴロね、俺ね。ホームラン打った。強いやん、これ。惜しくないわ。タイムリーとか出るよ。タイムリーが一個もない。これなんか、野球してみた感じで、送りバントとかさ、でもそんなんで、タイムリーとか駆け引きとかしたい。ファインプレーとか一切ない。ただこうやって打つだけ。ただただ打ってみるだけ。ただそれだけ。ただ来たボールを2っていうボタンを押すだけ。これは俺にやることは、はい、これ2を押すだけ。はい、はい、終了。あれがない、駆け引きがない。行こうか。これさ、もう俺まっすぐ投げたらできんじゃん、だとして。あ、これもう2のボタンだけできんじゃん。まさかと思うけど、さすがに無理か。いけんな、これ。いくよ、もう2のボタン押さえるとチェンジアップ。ど真ん中のチェンジアップってだけよ。さすがに打たれる、これは。いけんな、これ。あ、次4番ゲレーラ、ゲレーラ、ここやん。出やがったな、うん、ホームランキングさんよ。そうね、なんと来ようが、うん、おゲレーラ来た、勝てるかよ、うん、ゲレーラはチェンジアップでもう丸の右のボタン押すだけでキングが1回詰まってるな。まさかやね、見送るのかな、真ん中のゲレーラ。行くよ、最後物事は教えるだけよ。全然思んないよ、これ。なあなあ、ちょっと、ま、ほんまもう、いや、もう、あと1回、あと1回頑張ってへんか。しんどー、あー、早くセーブして終わりたい。もう嫌、もう、早くセーブして終わりたい。早くアトキンス、もう打たんでよ、アトキンス。
な。今回8失点ってどんな甘々やねん。帰ってきて4番やから打とうか。ホームランボルトン、入ったか。めっちゃ盛り上がってる、みんな両手あげてる。面白いリバウンド試合。ベンチ誰もない。ベンチ誰もなかった。9人でやってるんだとして、怪我出たら終わりやな、これ。怪我に出たら終わりやぞ。よし、ラスト。もう一回。はい、もう2のボタンをふざけます。もう最終回ね、これ、俺の。ノーヒットじゃん、これ。まだに。もう2のボタンをふざけよ。あ、これ、どういうことや。ベンチ見てもらった。あれこれタバコ吸うてんのかな。見送るなよ。振り送るんねん。チェンジアップよ。このカットいらん。次ここで。メジャーリーガーっすよね。俺も昇格ちゃう、これ。いきなりメジャーちゃう。俺もチェンジアップ投げてるだけやで、ど真ん中に。あ、キャッチャー頑張れ。よっしゃ、あと1人。もうノルマ達成や。もうほら、チェンジアップ投げてるだけ。全然打ってこい。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、終わった、終わった。どうなる。うん、よし。え、俺やらなあかんの。なんでやねん、もうええやろ、5回俺投げ抜いてんから。もうホームランや。ホームラン打ったわ、やった。めっちゃ打つやん、俺サーモンズ、めっちゃ打つやんなあ。いや、嘘、これ全9回までちゃうやろな。もうやめてよ、もうやめてよ、9回まで、あのやめてよ。もう俺もうええよ、ええよ。3ずつ勝ったよ。しかも5回8失点以内っていうハードルを軽々クリアして3-0よ、こっちから。あ、何今のボール。早く投げてきて。もはいはい、ツーアウトね。タイムリーが一切ない。ヒットが続かない。ホームランかキャッチャーゴロか、2つだけ。また長いだけ取って、で、これ、あ、タッチが何やねん。キャッチャーの稼働率すごいな。キャッチャーめちゃめちゃしんどいな、これ。見てんの、キャッチャーめっちゃ動くで。終わってよ、この回で。よし、終わった。5回終わった。やめてよ。よっしゃ。え、もうこんなことにあった気がするぞ。これこれの時を改装してる。もうやってみる価値はあるか。もう俺は5回までよ。何でもねえよ。え、さて、お客さんも出ました。同情を探せ。んどんな余興か知らんが、このテーションでストレートしか動かせ、メジャーのマウンドに上がってしまった。いや、お前もう2、3死してて、見逃しに2、3死してて。しげろ、ねえ、お前の言う通りだった。俺たちは、俺たちにはまだメジャーがある。どういうことだ。無失点勝ったよ、俺ら。笑ってやがる、笑ってやがる。どこ、気がつけばこんなところに来てしまったか。
空の色ってか、日本もアメリカも、いや、子供の頃から変わるしね。かっこよく言うてるな。そうして、俺もな。あの俺もな。おう、どうしたの？おう、おう、おう。まだある！ちょっと待って！やらなあかんの？5回、エンちゃん俺も走っていないよ。いやもう何これ、何を言うてんの？9回までやらなあかんの？ねえ、もう1時間経ったよね。いやーしんどい。うわマジしんどい。クレーやほんで何してんのお前ら。見たところでは何？あ、サンチェスに任すよね。オッケーオッケー。乾杯だ。え？なんで乾杯やねん。お前完封したぞ。 3-0 で勝ったぞ。いや、乾杯が向こうよ。完勝よ。え？乾杯だ。いや、お立ち上がりは悪くなかったんだが、うんうん、全然実は甘くなく甘くなくなくないよ。ずっと良かったよ。ずっと良かったよ。ほぼ三振やったよ。甘いじゃない。たった今マイナー行きをボスから宣告された。なんでやねん。なんでやねん。ほ、いや、俺ヒット打たれた。俺多分ノーヒットじゃない。ちょっと待って、振り返って。俺ノーヒットピッチングじゃない。なんでや。おい、まあ、次のチャンスを狙って頑張るぞ。どうしたやねん。次なら俺も仲間だな、フォックス。いや、フォックス、お前キャッチャーでノーヒットやろ。え、今日の試合内容で俺がロースター枠争いレベルじゃねえって。いやいや、俺も十分は。いや、完封したんよ。3点の取ったんよ。そうか、お前も前だ。いや、こうなってたんよ。どう、分かった。どうであれこうなってたんよ。クソやな。落ち込んじゃいねえぜ。いや、メジャーに登る階段がどんな姿形で何段があるのか見えてきた。いや、お前完封したんや。見えてきた。出直したぜ、フォックス。そういうことが、何があってもこうなってた。今まではストレートを磨き込む。なんでこれの声や。何回突っ込ますねこれ。メジャーの壁は打ち破れねえ。流行ってんのかこれ。このボケ引きの上がどこまでできるのかわからねえな。これ俺に合った変化球を見つけるしかねえ。しんどい、もうしんどい。必要性を感じ練習始めるか。はい、ちょっと待ってください。はい、セーブします。ごめんなさい、セーブしてやります。まず分かったことはクソです。しんどい。1時間以上やりました。これがバズるとかどういうんじゃいう問題じゃないね。野球ゲームですらない。野球ゲームですらないし、いや、これ進む今後。これはちょっと皆さん、まずやったことだけ覚えてください。ということで、ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。